強平は、日本中央競馬界の競争場である。場名は、人名より、2017年新山記念勝ち馬。主戦騎手は、高倉良。リーチザ・クラウンの初年度3区として2歳でデビューすると、2戦目で、勝ち上がり、続くオグラ2歳ステークスを4着。暮れの阪神500万下特別戦を2戦した後、年明けの新山記念では、道中1頭だけ。 大きく置かれた最高峰から直線でうまく、内を抜けてくると、ゴール前で一気にバグンをさばき抜け出して勝利。七に初の重傷制覇をもたらした。自走、アーリントンカップは7着に敗れる。GI 初挑戦となった NHK マイルカップは14着と、惨敗。安城の高倉亮が初のダービー挑戦となった日本ダービーは12着に終わる。 その後は5ヶ月休養し小バとの初対決となったポートアイランドステークス後方から追い込み3着に食い込む。自走予定していたカシオペアステークスを在庫で取り消し、アンドロメダステークス5着、リゲルステークス4着に敗れる。年が明け京都金牌は7着、その後オーブンを2戦するが勝ち星は上げられず、高級する。高級初戦。 タルミステイクスを中断から差し切り新山記念以来の勝利を手にする。一戦でオープンのに戻り、続くオグラ記念は8着に終わるが、小倉日経オープンは3着に入る。その後2戦、連続2桁着順に沈むが、リゲルステイクスで3着に食い込む。その後1年馬券圏内に入らなかったが、 リゲルステークスで12番人気の低評価を覆し、勝ったストロングタイタンに花さの2着まで迫った。本場の名前は、馬主の知人の子息にちなんだものであり、21歳で病死した子息が生前最後に競馬場を訪れたのが2005年の新山記念であったという。それから、江戸が一周した2017年に本場が新山記念を制した。 以下の内容は、ヤビスサーチ及び netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。